ジョン・ローレンス・スミスは、アメリカ合衆国の科学者、鉱物学者である。ケンタッキー州、ルイビルに生まれた。バージニア大学、サウスカロライナ医科大学で学んだ後、ドイツでユストス・フォン・リービッヒに学び、パリで、テオフィル・ジュール・ペルーズの下で学んだ。1844年に、サウスカロライナ州・チャールストンで開業医になり、メディカルサージカル・ジャーナル・オブ・サウスカロライナを、創刊した。 1846年から1850年の間、トルコ政府のために鉱物資源の研究を行い、石炭の鉱脈、クロム鉱石、ナクソス島の有名なエメリー鉱石の鉱脈を発見した。1850年には、ルイジアナ大学の科学の教授を務め、統立型顕微鏡を発明した。その後バージニア大学の科学の教授を務めた。 1872年にアメリカ科学振興協会の会長となり、1877年にアメリカ科学会の会長となった。著書にミンララジーケミストリー、オリジナルリーサーチスがある。隕石の収集を行ったことでも知られ、スミスのコレクションは没後、ハーバード大学に寄贈された。ありがとうございます。